ください。マイクをお借りいたします。マイクを頂戴しました。今ここで喋ってるのは17歳のまだ選挙権のない高校生です。僕はここで令和新選組のボランティアの一員で今ここに立っています。私が言いたいのは、僕のような17歳まだ高校生、中学生、小学生ですね、まだ選挙権を持ってない子どもたちに言いたいことがあります。皆さん、政治に少しだけ関心を持っていただきたい、目を向けていただきたいんです。僕はもともと全く政治に興味がなくて、テレビに出る安倍さんとか小池さんとかいろんな人を見ていました。それで、ああよくやってるんだろうなとなんとなく思っていました。でも政治にちょっと興味を持つ機会があって、そこで僕は今の政治の醜さというかひどさ、それを知りました。それから僕は本気でボランティアの一員としてですが、日本を変える運動、これに僕も参加したいなと思って、自分の意思でここに立っています。